イングランド一部リバプールは3月7日、UEFA ヨーロッパリーグ、EL、決勝トーナメント1回戦第1レグでチェコ王者のスパルタプラハと敵地で対戦し、5-1 の大勝を飾った。エジプト代表 FW モハメド・サラーのゴールがビデオアシスタントレフェリー、VAR、介入で取り消しとなったが、誤審だったのではないかと波紋を呼んでいる。試合は前半6分に PK でリバプールが先制。ウルグアイ代表 FW ダルウィン・ヌニェスが2ゴールを挙げるなど前半で3点のリードを奪った。一方のチェコ王者も猛攻を仕掛けるも GK キービーン・ケレハーが好セーブを連発。後半立ち上がりに失点を許したが、結局は5ゴールダッシュで第1レグを終えている。日本代表 MF 遠藤航もフル出場した一戦。エジプト代表 FW サラーは後半29分から途中出場した中、4-1 で迎えた同39分にハンガリー代表 MF ドミニク・ソボスライからのパスを受けてゴールネットを揺らしたが、VAR 介入の末にオフサイド判定で取り消しとなった。得点が認められていれば、サラーはリバプール史上初の7シーズン連続公式戦20ゴール以上を達成だったが、サラーはオフサイドポジションにいたと判定。イギリスメディア、スポーツダークは、決してオフサイドではない、理解できない、といった海外ファンの声を伝えている。イギリスメディア、スポーツバイブルも、VAR は休み、と皮肉混じりに取り上げていた。SNS 上では、日本のファンも、誤審、と指摘するコメントが多く見受けられる。